寒卵は、炭子用植物卵か、春卵族の一種。本州南部以南の森林内に自生する。東洋卵として栽培され、野生個体は、ほとんど見られないほど減少している。地面に根を広げる、地生卵である。日本産の卵の中では大柄なものの一つで、よく育ったものは、草丈が1メートルくらいにまでなる。茎は、球形の偽球形となる。はなく、 株立ちになる。葉は細長く、やや硬く、上に向かって伸び、緩やかに曲がって、その先端はほぼ横を向く。葉は深緑で、艶があり、表面も縁も滑らかである。根は、太く、長い。春蘭との葉の違いは、葉先のギザギザの存在より、葉を透かしてみると、トイの左右にある平行に走る、濃い筋があるかないかで判別できる。 花は10月から1月頃までかけて咲く。寒の時期に咲くため寒乱と呼ぶ。花茎は、偽休憩の基部から伸びる。花茎は細くて硬く、葉を抜き出る。茎に沿って花を数輪中数輪つける。花弁は細長く、先が尖る。外三弁は、やや大きくて、外に張り、内二弁はやや小柄。褐色は、変化に富み、普通は緑色に赤っぽい筋やぼかしが入る。 赤っぽいものや黄色のものもある。新弁は小ぶりで、白、黄色みを帯び、普通は赤い小淵がある。花を干渉するために採取され、栽培される。特に干渉価値を認められたものは、同様欄の一つ、寒乱の品種として認められる。本州の紀伊半島から南の四国、九州、琉球列島にかけて分布する。北限では、 静岡県大井川の島田市上流域及び伊豆半島天城山でも確認されている。ただし、現在では乱獲のため、時勢を見ることはほとんどできない。多くの乱化植物が乱獲の対象になっているが、特に寒暖は、酸素ブーム以前から乱獲の対象になっていた。これは、この種の分布域が狭く、個体数がもともと少ない上、栽培がやや難しいこともあって、 良い品種には大変高い値がついて取引されたことにもよる。採集者の間では良い品種の壺の情報がやり取りされ徹底的に採集がなされた。採集の始まった頃は花の香りで卵のありかを探したと伝えられるがそのような状況はすぐになくなり昭和3040年代にはすでに観覧採集は地面を透かして長さ数センチメートルの葉をつけた株を探す。 作業であった。昭和の終わり頃には地面に這いつくばって地表に姿を見せた葉先を探したとも言う。さらにその後は、これという場所を決め、土を掘って、古いにかけ、地下茎を探すこともあるようである。最盛期には、高知県の有名産地で、地元小学生を総動員して、山麓から上に向けて耕して探したとの伝説があり、そのために山陽が変わったとさえ言われる。 現在、日本国内において、花が咲いている株を野外で探すのは、非常に難しい。しかしごく最近、高知県、熊本県などで花付きの株の発見情報もあるが、このような個体が見つかることは稀であり、絶滅しないのが不思議な状況と言える。ただ、この類は、種子の発芽の後、近婚に頼って地下で過ごす期間が長く、発見しづらい点もある。一方で、 ホルモン化して生き残っていたものが、植林の伐採などによる環境の改善で、再び新芽が出てきて、新たな生息地として復活している場所も少しある。現在では、野生からの新規供給が困難になっているため、新品種獲得を目的として種子からの人工繁殖も試みられるようになってきた。本種は、発芽初期には、地中で強生菌の可能性が推測されているから、 養分提供を受けて、寄生生活を送る。そのため、パチなどに巻いて、発芽に成功した報告は確認できない。しかし人工交配により得られた種子を、自生地に巻く、いわゆる、山巻きをすれば、未生内が得られることが趣味家の間で、経験的に知られている。産地の異なる品種の種子が巻かれることによって、分布域が拡乱されることが危惧されるが、 未生内はハ種シュ者以外からも採取されてしまうので、野生化する余地がなく、現実的な問題は起きていない。実用的には得られた種子を無機運、ハシュにより培養して、苗を得る方が確実性がある。生育が遅く、ハ種シュから開花まで10年以上を要することもあるため、営利目的で行われることは稀だが、趣味的、実験的にハ種シュされる数量は少なくはないようだ。近年になって、 人工後輩個体の開花報告も増加してきており、業界的にも後輩品種を無視することは難しい状況になっている。絶滅危具合 B 類2007年までの環境省レッドリストでは絶滅危具合 A 類に指定されていたが、2012年には絶滅危具合 B 類と評価された。植物愛のレッドリスト新旧対象表環境省2012年。ありがとうございます。